鹿児島のサッカーを盛り上げたーい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。こんにちは、キックオフ鹿児島。今週もスタジオゲストには遠藤明宏さんです。よろしくお願いします。お願いします。遠藤さんは鹿児島市出身で、鹿児島実業高校卒業後、現在の横浜 F マリノスやヴィッセル神戸でプレーされました。今は地元で鹿児島の後進の育成に力を入れていらっしゃいます。さて、先日行われた 2022J リーグ YBC ルヴァンカップにてサンフレッチェ広島が見事な大逆転劇で優勝となりましたが、あの鹿児島県出水市出身の大迫圭介選手もゴールキーパーとしてファインセーブ連発、優勝に大きく貢献されました。遠藤さん、あのこの試合、こういった大舞台で県勢の活躍っていうのは嬉しいことですよね。そうですね、やっぱり地元の選手はもういつまでもいつもいつまでも応援したいので、すごい嬉しいです。はい、では明治安田生命 J3 リーグ鹿児島ユナイテッド FC の話題をお伝えします。2位以上の昇格圏内再浮上を目指す白のユニフォーム、3位の鹿児島。前半17分、木村のパスから中でボールを受けた有田。有田の6試合ぶり、得点王ランキングトップタイの今シーズン15点目のゴールで先制します。しかし迎えた前半40分、相手がこの位置から逆サイドに絶妙なクロスを上げ、同点に追いつかれます。この試合は多くボールを持たれ苦しい展開になりました。それでも折り返した後半、ようやくいい形でチャンスを作るシーンが増えましたが、いずれも相手キーパーのファインセーブに阻まれ試合終了。次の1点が遠かった鹿児島、福島と勝ち点1を分け合いました。では遠藤さんが気になったシーンを順に、解説していただきます。はい、まずこちら、先制のシーンですね。誰が出してもいいんですけど、やっぱりセンターフォワードにこうぶつけること、はい、あとはロメロが回るとか、はい、後ろを回るとか、ああいう相手を混乱するプレーがあったのが一番良くて、はい、この縦パスがすごく良かったです。あのいつもは外に入れるんで、あのちょっとど真ん中勝負したのはすごく相手も困ってました。こうやって、はい、後ろ回れるじゃないですか、はい、ロメロが。それはすごいいい動きだったと思います。そして57分のシーンです。ボール取る位置はすごく良かったんですよ、はい、ここでもう一工夫なかったかなっていうのは個人的に思います。もう一工夫、ここではどういったことが他に考えられますか。外の選手見えてたかなっていうのはちょっと感じました。ワンクッション置いても良かったのかなっていう気がしますけど。そして87分のシーンですね。こちらも惜しいシュートにはなりましたが、これは実はその3人目の選手が後ろから上がっているのに、相手のセンターバックが釣られてるんですよ、はい、それであの数的優位ができたんで、まあ、ゴールはならなかったですけど、すごくいい動きでした。やっぱ後ろから出ていくと相手って止められないっていうか見切れないので、はい、こういう場面をもっともっと増やせば点と入ると思います、はい、ではここで30節が終わった時点での順位表をご覧いただきます。鹿児島ユナイテッド FC は残り4試合を残して2位以上の昇格圏とは勝ち点2点差というところにいます。遠藤さん、この残り試合と勝ち点差、どのようにご覧になりますか。そうですね、次節が愛媛なんで、あのキーパーが徳重なんで、はい、すごくいいキーパーなんで攻略するのは難しいと思いますけど、まあ、頑張ってほしいですね、はい、さてその愛媛 FC と戦う第31節はこの放送の後午後1時からホーム鹿児島市白波スタジアムでキックオフです。この試合では来場キャンペーンが2つあります。
まずはこちら、 J リーグアプリをダウンロードして来場チェックインをした先着2000人の方にオリジナル T シャツをプレゼントする特別企画があります。必ず J リーグ公式アプリクラブ J リーグのダウンロードとアプリを使っての来場チェックインが必要になります。ぜひですね、この特別なシャツを着て J3 優勝、 J2 昇格を目指すユナイテッドと一緒に応援しましょう。さらにですね、もう一つ、来場チェックインと同時にキャンペーンにお申し込みいただくと抽選で100人の方に選手直筆サイン入りポストカードや薩摩島美人、山形屋商品券などの豪華プレゼントが当たるチャンスもあります。この機会お見逃しなくキャンペーン応募してください。さて、ホーム戦もイベント盛りだくさんですけれども、遠藤さん、残り4試合鹿児島ユナイテッドに期待することを改めてお願いします。まあ、選手のどっちかというと技術とかそういうのはもう変わらないので、メンタルのところを調整してあげるっていうことはすごく必要だと思います。はい、今週は遠藤明弘さんとお伝えしました。遠藤さん、ありがとうございました。それではキックオフ鹿児島、また来週です。この番組では県内各地でサッカーを頑張る皆さんの動画を募集しています。チームの練習、紹介動画、サッカーボールを使った特技など何でも OK です。動画は番組公式 Twitter または KKB みんながカメラマンで送ってください。皆さんの投稿をお待ちしています。